ペットを飼いたいと思っている人へ一つだけお願いがあります。皆さんこんにちは。コロナが長引く中、ペットを飼い始める人が多くなっているのはニュースなどで耳にされていると思います。と同時に、飼っては見たものの、やはり手に負えないとか、全然懐いてくれないとか、呆れたのだと、仕事がリモートワークになったから飼い始めたんだけれども、また会社へ出社することになって面倒見られませんとか、さまざまな理由で一度迎え入れたはずのペットを手放す人も少なくないようです。手放すにしても、きちんと命をつないでくれる形にしてくれるならまだいいんですけどね。で、そこでペットを飼いたいと思っている人へ私から一つだけお願いがあります。生き物を飼うことの責任や大変さは言うまでもないんですが、それ以前の話としてですね、それはペットを飼うという考えをこう改めてほしいですね。猫なら猫と暮らしたい、犬なら犬と暮らしたい、そういうふうに考えてほしいんです。飼うんじゃなくて一緒に暮らすという意識、まずそこをお願いしたいんです。そんなことぐらいで何が変わるんだって思う人もいるかもしれませんが、実際問題、猫がいるともう猫が中心の生活になります。家の中で一番偉いのが猫になってくるんですね。で、飼うっていうのは人間目線、人間中心の言葉ですが、でも現実はそうじゃないんだよっていうことを意識してほしいんです。最も普段の会話ではね、猫を飼うでいいと思うんですよ。飼ってるんじゃなくて一緒に暮らしてるんですよ、なんてこういちいち訂正ぶっ込むような人は、それはそれでちょっと面倒なやつですからね。でも意識としては一緒に暮らしているということでお願いしたいと思います。で、もう一つ言うと、一緒に暮らしてみたいはダメなんですね。一緒に暮らしたい。で、暮らしてみたいだと、ちょっと一緒に暮らしてみて満足したらもういいやみたいになりかねませんのでね。で、一度家族として迎え入れたからにはもう満足するとかしないとか関係なく、15年あるいは20年一緒に暮らし続ける、そういう覚悟を持ってください。猫と暮らし始めるきっかけとしては、ノラちゃんを見つけることもあるでしょうし、誰かから、あるいはどっかの団体から譲り受けることもあるでしょう。ただ全く初めての方は、ある日突然ノラちゃんを保護したとしても、自分一人でちゃんと世話できるかっていうと、これね、現実的には難しいと思うんですね。友達なり近しい人に猫の経験のある人がいて、アドバイスもらえたり、いつでも相談できるようなら、なんとかなるでしょうけどね。そういう点では、ノラちゃんとの運命的な出会いを待つよりは、最初はね、保護猫団体のようなところから譲り受けるのがいいかもしれません。賛否あるとは思いますけどね。で、そういう保護猫団体のようなところは、3日とか1週間とかトライアル期間ってのがあったりして、しかも何かあれば相談できますからね。で、それで何日か暮らしてみて、どうしても性格が合わないとか、それこそ猫がこんなだと思わなかったよっていう時は、言葉良くないんですけど、返品できるわけですね。本当これ賛否あると思いますし、私自身もどっちかっていうと、もう返品って何よって思います。もう最初から覚悟を決めて引き受けろよってね。で、うちは今猫が7匹いますけども、ほとんど嫁さんが近所で見つけてきた猫なんです。もう譲ってもらったとかじゃなくてね。だから返品とかトライアルとか、もうそんなの最初からね、もうそんなの何もないわけですよ。もうこういう色の猫がいいとかね、でアメッシュがいいとか、おとなしい子がいい、オスがいい、メスがいい、子猫、大猫、もうそういう選択肢も一切なし。一匹だけ色を選んだといえば選んだ子はいたんですけど、基本有無を言わさず、はい、この猫をよろしくって感じで拒否権なく受け入れてね。で、そういう覚悟を持って保護をしています。でも里親さんを待ってる猫がいて、片や猫と暮らしたいと思っている人がいるんであれば、一つの方法としてはトライアルっていうのもありかなって思います。現実はね、なかなか綺麗事だけでは解決しませんからね。で、それで猫との暮らしに慣れてきて、ある日不意にノラちゃんを見つけたら、今度はそのまま2匹目に迎えて OK だと思うんですよ。
まあ、あくまで余裕があればですけどね。はい、今日は飼うんじゃなくて一緒に暮らすという意識を持ってほしい、そういうお願いでした。